エンゼルスから FA になっていた大谷翔平投手、29、が9日、日本時間10日、ドジャース入りすることを自身のインスタグラムで明かした。代理人のネズ・バレロ氏も合意を表明。契約総額ではプロスポーツ史上最高となる10年総額7億ドル、約1014億円、のメガ契約で身体検査を経て正式発表される。1014億円エガラカルトメモ。何が買える？吉野家の牛丼、並、468円は約2、17億食を食べることができる。1日3食食べても20万年かかる計算。宇宙旅行、約100億円には約10回も行くことができる。今年3月に開業した日本ハムの本拠地、エスコンフィールド北海道の総工費が約600億円なので、大谷球場、建設も夢じゃない。どこまで届く？1万円札の横幅は約16センチ。1014億円分を並べると、約1622キロになり、長崎市から山形市までの距離、約1620キロとほぼ同じ。東京から大阪までは約550キロのため、約1、5往復できる。どこまで高い？1万円札を1014億円分積み上げると、約1、1キロメートル。先月開業した日本一高いビル、麻布台ヒルズ森 JP タワー、約330メートルの3棟分。東京スカイツリー、634メートルの約1、6倍、通天閣、108メートルだと約10本積み上げていい勝負となる。どのくらい重い？1万円札は1枚約1グラムのため、1014億円は約10トンとなる。巨体で知られる大相撲、元大関でタレントの小錦八十吉の最重量時の体重は285キロなので、小錦約35人分の重さ。ちなみに大型肉食恐竜ティラノサウルスの最大体重は約9トンと推定されており、恐竜界最強と言われるティラノコエとなる。4時間で、国税庁によると、日本の給与所得者の平均年収は約458万円。10年1014億円の大谷の年収を100億円とすると、365日24時間働いたとして、大谷は約4時間で平均年収分を稼ぐことになる。年末ジャンボ、発売中の年末ジャンボは1等前後賞合わせて10億円。たとえ、年末ジャンボ100年連続当選しても大谷に負ける。